ねえねえ、私のポケットモンスターと勝負しない？あんた誰？あモンスター全部で150種類。通信ケーブルでモンスター取り替えっこ。スーパーゲームボーイならカラーで綺麗。仲間が増えるロールプレイング。ポケットモンスター、赤を買うか緑を買うかちょっと違うよ。今度映画公開記念で出るポケモンってピカチュウが初めから出てるピカチュウバージョンなんだよね。ずるいよね、あいつ。バカピカチュウさん、人気ありますから。当然ポケモンスタジアム対応だしね。羨ましすぎるよね。ガンモン、おやいし、おやいし。ゲームボーイポケットモンスターピカチュウ新発売。応援してますよ。Game Boy Color。ポケモンって RPG だったんだ。捕まえた、みっけ。え、どっちに行こう。すっごい、初めてなのに懐かしい。あ、そんな旅に行って会えるの。行け。あ、これなんだろう。かわいいポケモンとロールプレイングゲームの旅へ。かわいい。ポケットモンスター金銀、あなたも始めてみませんか。Game Boy Color。 ん？あれはポケモンクリスタル。お、ん？いやいや、あのスイ君は。え？アンノン文字か。未だ知られざる幾多の謎。ん？それがポケモン。キリアだぞ。深いよね、ポケモンって。そんなにこの少年は何者？まだ君の知らない謎がきっとある。ゲームボーイカラー専用ソフト、ポケットモンスタークリスタルバージョン。高柳です。あたびきです。ねえ、これ見て。どんな出会いが僕たちを待っているんだろう。全く新しい冒険がここから始まる。ポケットモンスタールビーとサファイア。ゲームボーイアドバンス。僕たちを待っているんだろう。全く新しい冒険がここから始まる。ゲームボーイアドバンス、ポケットモンスタールビーとサファイア。どうしたの？さらに進化したポケモンの世界。捕まえたポケモンを育ててバトル。目指すは最強のポケモントレーナー。さらにワイヤレスアダプタで無線通信。ポケモンの世界がもっと広がる。ポケットモンスターファイヤーレッドリーフグリーン。ルビー、サファイア、そして第三の冒険。ポケットモンスターエメラルド。宝円地方に残されていたもう一つの冒険。そしてバトルフロンティア。戦略を駆使してバトルドームやバトルチューブなど7つの施設を全て勝ち抜け、グラードンと海王ガが激突するとき、レッグウザが目を覚ます。ゲームボーイアドバンス、ポケットモンスターエメラルド。
神と呼ばれたポケモンを求めて任天堂 DS ポケットモンスターダイヤモンドとパール。神と呼ばれたポケモンを求めて任天堂 DS ポケットモンスターダイヤモンドとパール。地方に現れるもう一つの世界、ポケットモンスタープラチナ。伝説のポケモンをめぐる新しい冒険、ポケモンを連れて歩けるポケウォーカー。歩いた分だけ懐いたりポケモンを捕まえられる、ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。まだ誰も見たことがない世界と出会ったことのないポケモンたち、すべてが新しいポケモン。今度のポケットモンスターは周りのプレイヤーの状況が分かる。つながった。あ、やば。みんなと助け合うことができる。健太君、頑張れ。助かった。友達同士なら DSI のカメラとマイクを使った会話をすることも。うわ。完全新作ポケットモンスターブラックホワイト。二つの力が合わさるとき、新たな伝説が生まれる。任天堂 DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2、任天堂 3DS でも遊べます。